プロミュージシャン呼びたいと思います。トラムス・ピロシ、吉田ヒロシ、そして、ギター、俺の同級コンビ山田秀樹。昨日はね、素晴らしいアーティストとして、シンガーソングライターとしてステージしてくれました、マゼ・ケイスケ、ベース。一つだけ、ちょっとね、このネバーランドに毎年楽しみに来てた俺の幼なじみがいるんですけども、今年の3月にちょっと亡くなっちゃって、残念でございましたが、まあ、いつも差し入れしてくれたりね、まあ、そんな男はまあここに本当は来たいんだろうけども、あちらに行っちゃったもんで、で、僕もね、松井くんとこう出会ってもう17、18年経つんだけども、まっちゃんもね、これからまだまだメジャーとしてやっていくと思うんだけども、やっぱりこう光と欠けて人間あるなと思って、苦しい時期を乗り越えないとあちらに行っちゃう人もいるんで、まあただこのネバーランドがね、どんだけ素晴らしいイベントかっていうのを水野がね作ってくれたことに感謝して、この曲を作りました。だから生きてるって素晴らしいんですね、本当にありがとうございます。本当に、ここにいさせてもらってるのはもう皆さんのおかげでございまして、最後にこの曲をレクイエムとして、お届けしたいと思います。じゃあ光と影という曲です。危ない。